皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、この混雑している様子、ファンが何百人もいる様子、そこから一番最後が決まりますよね。もちろんそれぐらいの人数が乗れるのは電車ですよね。そして皆さん、同じ根拠のところでこの辺り決まりますよね。当然混雑している様子が分かってるわけですから乗れたんですよね。そして皆さん、一番出だしもこの辺りから行けそうですね。もちろん A ですよね。皆さん、 B だとセルダムですので、めったにうにゃうにゃないという否定になってしまいますね。で、A のベアリーであれば、かろうじて乗ることができていると。ですから、混雑している様子がわかるんですね。ですから、正解は AAB ということで問題ないかと思います。で、皆さん、この後エキサイティングに関してコメントしますね。それでは先ほどのエキサイティングに関してですね、追加事項を言ってみたいと思います。ただ封書に入れるものを選択肢ですね、2つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。3秒間で考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、正解は2番ですよね。というと、1番じゃないんですか。という方が大半かと思います。1番選んだ方ですね、ここ見ましたよね。で、ここは人じゃないので、 ING を選んだと思います。だからまずいんですね。さあ、選択肢エキサイトですので、感情を示す分子ですよね。その場合、主語を確認しましたよね。で、その主語が人だったら過去分子でよろしかったかと思います。でも今回は人じゃないので ING、 その覚え方だと間違えてしまいますよ。皆さん、パターンは2パターンですよね。現在分子と過去分子、ここもそうです。ただ主語は何なのかをですね、明確にしておく必要性があるかと思います。現在分子にする場合、感情の原因ですよね。例えば The game was exciting to me、 つまりゲームが原因となって私が興奮したんですよね。一方、この文章よく見てください。木のライブラリーが興奮してるんですよね。なんでかというと、第3回年次のブックフェアを発表することができて、木のライブラリーさんは興奮してるんですよね。ですから原因はこっちですからね。じゃあ皆さん、主語どうなってますか？人じゃないと思ってる方。ですから、人か人かじゃないかで判断してると引っかかりますからね。ですから、覚えるんだったらこうしませんか？これですよね。人は人でも個人のこともあれば、今回のように法人のこともあるんですからね。ですから、興奮しているのは法人でございます。ですから、主語が人か人じゃないかで判断できたらもう過去の話です。今はこの辺りまで押さえているかどうか、そこが問われますからね。ですから、間違えた方、もしよろしければノートを取っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。